今日の第一試合です。三塁側が多摩高校、一塁側が東大和南高校です。バントの構えからランナースタート、投球外れました。2者連続のフォアボール、ノーアウトランナー二塁一塁です。ノーヒットでもらったチャンスでバッターボックスは7番サード菊池です。ツーボールワンストライクからバントした、三塁方向、サードも取ります。いいバントです。送りバント成功。フォアボールのランナーが2人出て、送りバントでランナーを進めてワンアウトランナー二塁三塁。8番ピッチャー田中を迎えます。際どく外れました、フォアボール、ワンアウト満塁です。打順はラストバッターセカンド武藤1年生。セカンドゴロ、ダブルプレーコース、4、6、送球上ずりました、ホームイン、そしてランナーもう一人帰ってきた、2点が入りました。ダブルプレー崩れの間に2点が入りました。この回ノーヒットで2点を先制しました。なおもツーアウトランナー一塁、1番レフト中島です。初球打ち、ショートゴロ、アウトです。スリーアウト。しかし2回の表、東大和南高校はノーヒットで2点を先制しています。2対0です。昨年夏は1番バッターでした鈴木。フォアボールを選んでいます。最初のバッターボックスは送りバント、そして今のバッターボックスはフォアボールと、まあ、チームプレーに徹しています鈴木。ランナースタート、キャッチャーからいい送球打ったが盗塁成功です。バッター3番の市川です。引っ張った打球、破っていった、ツルツー、二塁ランナー三塁回ります。ショートからバックホームされません、1点追加。チーム初安打がタイムリーです。3点目が入っています。ランナースタート、いい送球いったが盗塁成功です。盗塁3つ目です。さらに追加得点のチャンス、バッター4番です。フォアボールです。ノーアウトランナー二塁一塁です。5番キャプテンの福田芳人を迎えます。ランナースタート、ダブルスチール、盗塁成功です。内野前進守備、今大会初スタメンの本木雅人3年生です。センターへ、ランナーベースにつきます。三塁ランナータッチアップからスタート、1点追加、そしてセカンドランナーもサードへ、4対0です。東大和南高校は初戦突破をしまして、この試合が2試合目です。一塁ランナースタート、三塁ランナースタート切った、ダブルスチールの間に1点追加、5点目が入っています。詰まりました、センターの前、セカンドフライです。8番ピッチャーの田中幸四郎です。空振り三振です。キャッチャーがタッチしてアウト成立。この回3回の表、東大和南高校3点を加えました、5対0としています。このイニング先頭バッター細野が内野安打、1番の笠原が三振に倒れました。バッター2番です。2番鍋島打ちましたがショートゴロ、ダブルプレーコース、6、4、一塁セーフです。打席は3番ピッチャーの柏村が入ります。ピッチャー柏村、ランナースタート、打っていった、ライト線フェアです。長打コース、三塁回った回った回った、1点返しました。バッターランナー三塁へ、ヒットエンドラン成功、1点返しました。4番キャッチャーの佐藤です。田中ですが打った、ショートの左、よく抑えた、一塁送球、どうだ、際どいタイミング、内野安打。もう1点返しました、5対2。ランナースタート、打っていった、サードゴロ、緩い打球です。サードが処理をしました、スリーアウト。落ち着いていました、サード菊池です。スリーアウト、序盤3回まで終わっています、5対2です。レフトへ、
レフト前ヒットになりました。いい当たりです。左中間ヒットになった。初球攻撃ワンアウトランナー二塁一塁。いい当たりです。レフトの頭上越えて二塁ランナー抜けたのを見て三塁蹴ります。そしてランナーもう一人帰ってきます。バックホームされますが2点タイムリースリーベースヒット。7対2。4番キャッチャー森谷君、三遊間のゴロ破ります。三塁ランナーホームインです。8点目が入っています。まあ、攻める東山と南高校は去年夏の西東京大会は4回戦敗退。引っ張った打球一塁線フェアです。破ってます。一人帰ってきます。そしてもう一人のランナーもゆっくりと今ホームに入っています。2点タイムリーヒット。2番の鈴木、鈴木今日タイムリー2本目。引っ張った打球レフト前ヒット。さらに打線がつながっていきます。東山と南高校ヒットの数は今のが8本目です。古谷は今日はサードゴロとフォアボール、そしてレフト前タイムリーヒットを放っています。打ち上げました。内野フライです。ショート鍋島が掴んで3アウト、2者残塁です。この回4回の表、東山と南高校9点を加えています。さあ東山と南高校としては2年連続の3回戦進出に向けてあとアウト1つです。この回多摩高校は3点を取らなければコールドゲームが成立ということになります。調子が上がっています。バッターの石田、ピッチャー二平、空振り三振。14対2、東山と南高校2年連続の3回戦進出を決めました。この番組は城南信用金庫、 FO プランニング、 FIC エイシン、 日線、ブロードネットマックス、グッドワークコミュニケーションズ、ベスコム。フォンテーン日本フィールドワン、 OCT グラスト、以上各社の協賛でお送りしています。